最新の週間天気をお伝えします。今日は関東甲信地方東北地方で梅雨明けの発表がありました。この先見ていきますと晴れる日が続いていきそうです。一方で西日本の太平洋側では週末まで、この雨の降りやすい状況続いていく予想です。そして、那覇沖縄は週末以降すっきりしないお天気が続いていく見通しです。そして晴れるエリアでは特に暑さに注意が必要です。この先の気温の予想を見ていきましょう。各地軒並み30度前後まで上がるところが多くなり熱中症への警戒が必要です。特に東京では33度予想という日が続いていきましたり福岡でも予想34度という日が続いていく予想です。水分や塩分補給をこまめに行って熱中症に備えましょう。以上週間天気をお伝えしました。